moments are the important moments that connect us. 杞憂な名古屋。皆さんこんばんは。3月21日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから杞憂な名古屋をお送りいたします。あのね、今日はですね、あの WBC、ね、サムライジャパンがね、あの夜中勝ちかをしましてね、あの歓喜余ったんですけども、どうしてもね、今日のねテーマにどうしても納得していない滑り王子マスクマンでございます。ということで、あの今夜のテーマはね、私自分で言いませんよ。みそちゃんどうぞ。はい、今日はですね、 WBC が素晴らしくてね、もう思わず車で移動中だったんですけれども、車を止めて駐車場で最後まで観戦しました。みそ煮込みスキーです。ですね、今日、今日特別な日ですよね。はい、滑り王子のこともありますけども、 WBC が、うん、あの劇的なサヨナラだったんですけども、うん、このサヨナラがあった日なのになぜかこのテーマ、はい、これなんですよね。はい、ちょっとでは味噌煮込みスキーの方からお願いいたします。はい、今夜はですね、杞憂な名古屋プレゼンツ滑り王子マスクマン被害者の会をお送りいたします。みんな被害受けてるの？受けてると思いますよ、ある程度のレベルで。今日はね、被害者としてね、いろいろ伝えるためにね、今日はこんな格好で参りました。あ、そうですか。ちょっとね、ちょっといつもよりはシックな格好で、ね、どんどんね、意見してください。何でもお答えしますから。はい、はい、今日はですね、滑り王子マスクマン被害者の会ということで、滑り王子マスクマン被害者の会と題し、リスナーの皆様からの滑り王子マスクマンに対しての被害を受けたことやクレームをお待ちしております。前半はですね、先日のね、笑顔のテーマのメールでお送りいたします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、岐阜の内南中さん、こちらの提供でお送りいたします。はい、先週のですね、笑顔で、メールご紹介します。はい、お願いします。これまたすごいですね。マンタキの美奈子さんですね。王子スマイル、ありがとうございます。王子スマイル100個ください。無限に差し上げますよ。
もうどんどんいらっしゃい。はい、今週のテーマスマイルですね、病院へ月に一度通院して血液検査と尿検査がありますが、採血をする看護師が 5,6 名いるけど、その中の一人が消毒をした後チクッとしますよとにやりとした顔で取られます。あともう一人は若くて笑顔はいいのですが、次の人の準備しながら他の看護師とおしゃべりしながらしてるから笑いが止まらないことがあり、少し痛いですよと笑いながら言うもので、怖い怖い、こういう時怖い時ありますね、スマイルでも怖いスマイルがあるもんですね、毎月この2人には当たりませんようにと祈りながら順番を待っています。はあはあ、あのね、ちょっとやっぱりあのこういろんなこう雰囲気がありますけども、笑顔が怖いっていう時ありますもんね。ありますね。なんかその笑顔が怖いっていう時がね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、実は先週ですねメールいただいてて、初めてメールを送りますということで、ラジオネームツインクルちゃんと申します。はじめまして、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ笑顔、私は笑顔が可愛いと言われたことがあります。言われると恥ずかしいです。ええじゃないよ。でもそういうのよくね、お綺麗ですねとか、うん、綺麗ですねとかいろいろ言われた時に笑顔になって、それがあれ、はい、ってことでしょ。笑顔が可愛いっていうことで、ね、うん、いいですね。あのいやね、そうですね、ツインクルちゃん実はね、まあいろいろな、まあね、あのラジオで聞くことがあるんですけども、うん、やはりなんか可愛いという噂なんですけれどもね、残念ながらお会いしたことがないので。ほら、可愛いという噂だったらもう王子も見たくてしょうがないよね。しまった、余計なこと言わなきゃよかったな。またそれに食いつくと思ってるんでしょ。はい、ありがとうございます。あら、これ本当にね笑顔になるねメールでございますよ。はい、キウナガの皆さんこんばんは。岐阜の8人のバーバー、改め岐阜の9人のバーバーです。そうなんです、バーバーさんね、おめでとうございます。9人目ということで、はい、まあ、これ先週のメールですけども、はい、昨日次男に第一子、私にとって9番目の孫が生まれましたよ。おめでとうございます。おめでとうございます。今日のテーマ笑顔ですが、家族が増えて嬉しそうな最高の笑顔の写真を送付しますねってことでございます。あら、まあ、ちょっとね素晴らしい、この赤ちゃんのね、お写真ですけど、ね、はい、ありがとうございます。ヤンバルカンガルーポーさんからです。ありがとうございます。テーマ笑顔ですは、僕は写真を撮ると笑顔が消えます。無理に笑顔を作ろうとすると顔がきつい状態になります。幼稚園の時の写真を確認しても笑顔がなく、それどころか怒ってるようにも見えます。うん、とりあえず写真を添付しますので確認お願いしますということでね、写真いただいてますけれども、あのね、ちょっと結構キリッとされてる、かっこいいですよね。まあ、かっこいい感じですよ ね、うん、背もスラッとして、うんうん、そう、やっぱりね、こう、カメラ目線でね、あるとね、うん、キリッとしますもんね。ね、うん、そっか、でも怒ってるように見えちゃうっていうのが、うん、はいはい、うん、逆にね、すごいキリッとされてるから、うん、そういう感じに見えるのかもですね。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、こちらは、皆さんこんばんは。いつも楽しい時間をありがとうございます。安さやかです。ありがとうございます。あら、安さんいらっしゃいませ。ね、笑顔というと、もともとディズニーキャストでしたので、え、ディズニーキャストって、いろいろこのあれなのかな、ディズニーランドのこうスタッフやられたってことかな、ね、ディズニーキャストでしたので、うん、笑顔のパワーは何度も体感しました。うん、一番はありがとうと言い合える関係に、お客様ともキャスト同士もなれるということでしょうか。最近では子供に抱かれることもなく、すぐに笑顔を返してくれるので、やはり大事だなと思っていますということでございます。まあ、そうですよね、こういうなんていうのかな、遊園地なんかのスタッフの、ね、方はもういつもずっと笑顔ですもんね。うん、うんうん、だからちっちゃい子供に、ね、さんに対してもそうですけども、大人の方にも ね、笑顔で、ね、手を振ってくれて、たまに王子はドキドキしちゃうということがありますけどね。誤解しないようにね。あ、王子間違えてる、滑ってます。あれなんかあれですね、
あのちょっと急にあれじゃないですか、ポン出しのあれがスパッと切られるようになっちゃいまして、先日、はい、安さんが名古屋にお越しいただいた際、そうですね、はい、素材をいただきました。あのね、安さんの話はね、はい、本当にね時間がないとね喋れませんので、もし来週時間があったら話しますありがとうございます。じゃペーターさんが夢の国にも被害者があってえ、被害出てるの？実は岐阜の9人のバーバさんっていう風にね、今ツイキャスでいただいてます。ちゃんとツイキャスネームも変わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、そうそう、ね、ヤスさん、そうなんですよ、ね、夢の国のご経験が、うん、うん、はい、今ツイキャスでも、ね、出てらっしゃいましたけども、うん、はい、ではメールをいいですか。どうぞ。はい、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。笑顔でいると周囲の方はもちろん自分自身も気分よく過ごせますよね。以前職場で受けた、接遇の研修でも口角を意識的に上げるだけでも印象が違いますよと学び、マスクの下で時々思い出した時に口角を上げる練習をしています。東京では開花宣言が出たようです。満開の桜を見ても笑顔になりますね、ということで。まあそうですよね。そういう、なんていうのかな、今日綺麗なものをね、うん、見てもね、ちょっとニヤッとするじゃないですけど、うんうん、でもまあマスクの下で練習されてるんですね。いいのにね、そのままマスクなしでも。うん、でもね、やっぱりそういう、運動っていうのかな、した方がいいらしいですね。あ、そうですよね。ずっとマスクをね、ずっとしてることが多いもんですから、うん、そうですね、顔の表情がなかなかね、作れないってことでございますので。うん、はい、続いてですね、はい、ランサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。おじさんですが、シャウンポイントは笑った時のエクボです。エクモじゃないですよ、分かってるよエクボですよ、ちなみに社会人になって上司に言われたのは、眉間にシワを作るより目尻にシワができる笑顔の人になれと。王子は夜のお店に行くと目尻が下がり、鼻の下を20センチぐらい伸ばしてニヤニヤしてるんでしょうか、本当ですか。いや、ね、王子ね、それもあるんですけど、はい、あまりにも頂点に立つと鼻血が出るっていう、ね、ちょっとこれあれなんですよね、たまにね、ダーッと出るわけじゃないんだけど、うん、鼻水かなと思ったらちょっと血が出てるっていう場合がありますからね、これももしかしたら興奮状態、どうしたらいいの、お黙りまあ、そういう時もあります。はい、はい、ありがとうございます。銭形警部さんからです。ありがとうございます。笑顔、もともと見てくれが悪いように見える私は、高校生の頃初めて男の先生からクラスの担当になった時に、ホームルームの時間になるとみんながいる中、なぜか、担当教諭は私を狙い撃ちするかのように指名して、必ずと言ってくれると私に、銭形笑え、お前怒っているのかと言われ、不器用な私は、担当教諭から言われたことをみんなの前で笑顔を出したら、出し方がぎこちないためか、クラスのみんなから笑いの的にされたことがありました。お三方さんは学生時代に担当教諭から狙い撃ちされていた生徒っていましたか、というわけです。いますね、まあ、なんかね、こう先生がこうなんて言うんでしょうね、当てやすい人とかいましたよね、うん、そう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 、うん、そうなんですよね、なんでしょうね、あれは、うん、ね、やっぱり気になる存在というか、そうそう、気になって、で、まあ、先生流の愛情表現なんでしょうかね。それがなかなか難しいのは、本当にこう、うん、好きで言ってくれてるのか、うん、ね、嫌いの方のどっちなのかなっていうね、っていうね、うん、そういうのがありますので、はい、ありがとうございます。はい、これもまだメールよろしいですか。まだ笑顔メールありますか。ね、もう新しいメール、あ、笑顔のメールね、まだありますよ。ありますか、はい、いいですか、紹介します、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます、笑顔がテーマということで、皆さんはどんな時に笑顔になりますか。嬉しい時、楽しい時になると笑顔になりますよね。僕の場合はというと、自分の好きなことに夢中になったり、面白いことがあると笑顔になりますね。例えばお笑いのコントや漫才大喜利とか、好きな音楽を聴いたりするときです。一部を挙げると、お母さんと一緒の楽曲、特に僕の世代がよく聴いてた曲を聴いて、懐かしく楽しい笑顔になりますよね。
アニメのキャストによる生配信やライブ映像を見るとき、ヒーローに会いに行って一緒に写真を撮ってもらうときです。それからラジオトークで面白いトークを聞いていたり、好きなパーソナリティさんを聞いたり、ヒューナゴヤで笑顔をもらっています。よかった、ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございます。まあ、だから、はい、じゃあもう CM ですね。はい、はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。キウナ名古屋。はい、今週のテーマでお送りいたします。はい、まあ、これなんかやだな。滑り王子マスクマン被害者の会だって、はい、王子みそさん、ダンサーさん、こんにちは。明日は WBC 見たいでと言って休みをもらったアンツバです。そうだよね、みんな見たいよね。すごいですね、休みもらえたんですよ、うん、もらえたんだ、ね、すごいすごい、うんうん、ね、メールの文字数制限かかっちゃうくらい王子に言いたいことがありますが、はい、あら、そうなの、振り仮名振っといてね、そうすると他の人のメールが読めなくなるし、今日は WBC で村上が最後にサヨナラ逆転ヒットを打って勝ったので、うん、村上様に免じてチャラにしてあげます。あ、よかったですね、王子。本当はいっぱい言いたいことあったのに。いや、あのね、本当にね、今日の、あの WBC の、ね、サヨナラがじゃ素晴らしかったんですけども、はい、ただここにね、言いたいことたくさんあるよっていう、うん、はい、本当にあるのかな。あるけど、それを書き出したと他の方のメールが読めなくなるからって言って遠慮なさってるんですよ。あれ、そうなの、はい、配慮いただいたんですよ。あ、そうなの、そうですよ。これね、本当にね、あのね、これちょっとおかしいなと思ってるの、今日のテーマね。何もおかしくない。あの、被害を遭ってる方いらっしゃるのかなと思ってるね。いるからメールいただいて。そうよ。あ、そうなの、はい、でもこれいい、あの、アンツバさんメールでございましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、こちらはですね、はい、ダンサーさん、みそさん、滑り王子さん、こんばんは。王子、いつになったら髪の子たわしで背中を流させてくれるのかなそうだ、そうそう、言ってました言ってました。みなこさんですね。これね、マンタキのみなこさんですね、はい、背中の赤が取れて
パッカピカになるよ早くさせてあれピッカピカじゃないんだね、もうパッカピカになってるからねっていうことはもうかなり綺麗になってるよね。いや亀の子男子だからちょっと血まみれっぽいよね、ちょっと血まみれっていうかもう一皮めくれて、うん、あ、だからパッカピカって書いてある。もしかしたらあれなのかな、あのお肌が一皮むけてあのより綺麗になっちゃうっていう、そういうのをあのね、でもちょっとねこの髪の子たちはね、うん、痛そうですよね。痛そうですね。一応ね王子ね、こうやられる方ってあまり得意じゃないんだよね、できればあの被害をね与えるのはいいけど、何被害者にはなりたくないのね。そりゃそうさ、でも被害を与えてることはございませんね一切ね。いやもう本当自覚ないから困る。だからね、あのね美奈子さんね大丈夫ですよ、私がやるときはね、あの美奈子さんのあのお背中を流すときは、うん、私のね素手のお手手でちゃんと流させていただきますので。それセクハラです。え、あれなんか新たな安さんのなんか声が入りましたけど、うん、なんか神の声のようだったよ。それセクハラです。これ違うよね美奈子さん、ちゃんとねお聞きになられたら分かると思うんですけども、そんなねあのね、セクハラでもございません、本当にソフトにですねあの愛情を込めてお砂が流させていただきますので、おだまりよろしくお願いいたします。おだまり亀の子男子だけやめてね。おだまりありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高坊さんが追加して電話ゲストの時時間を確保できずにあっという間に終えたことかな、ある意味被害ですかね。被害です。あ、被害ですね、うん、あ、そうなの。うん、ありますよ。じゃあもう一つ紹介してもいいですか。はい、どうぞ。皆さんいつもありがとうございます。コンビニ社労士の安さやかです。ありがとうございます。今日フルネームで、ありがとうございます、はい、本日は被害者の会ということで開催おめでとうございます、はい、以前電話ゲストで出演させていただいたとき、ほぼ王子に時間ジャックされまして、うん、私のお話ができませんでした。あら、はい、ただあれがきっかけで、うんうん、たくさん皆様と関われるようになったことはとても嬉しいことです。ありがとうございます。これからもあの時間を取り戻すべくたくさん絡ませてください。よろしくお願いいたします。でしょ、だからあのね、あの王子が、まあ、まず8割喋ってますけども、うん、2割がのゲストの方のね、ちょっと待って待って、王子がちょっとおかしい、おかしい、おかしい、ゲストさんがいらっしゃるのに、うん、王子8割ゲストさん2割って変じゃない。ふざけるな。あれ、それそうなの。これがいつものパターンで、皆さんね私のねこのトークをお聞きになられてね、はい、なんかすごいいい気持ちになってるのかなと思ってさ、うん、なかなか返していただけないもんだからね、かなりいい話ができてるんだなっていつもね王子思ってるんですけど、まあでもそれがあっていろいろですね、今の安さんのお話じゃないですけども、うん、いいことがいろいろあるというね、そういう今メールでしたよ。もう、まあ、終わりです。もう終わりです。はい、じゃあ次メールお願いします。はい、なんか今日安さんのバージョンすごい出てくるな、はい、いろいろ。そうですよね、はい、はい、続いてですねこちらもですね、はい、岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は特に王子に被害に遭ったという出来事はなかったので被害者の会には入らないかな。お、え、あ、正解。正解って何。これね、何正解って、バーバさんっていうね、限定ではなくしてね、全員の方、全員の方で被害者の会には入れませんよ。おだまり。いやいや、今ちゃんと候補がたくさんいらっしゃったので。一応それはこの今日のテーマだから言ってるだけじゃないの。いや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 、ほら、だってヤスさんだって、ヤスさんだって電話ゲストの時に王子に時間ジャックされたって言ってますよ。あれ、そうなの。はい、楽しい時間でしたけどね。はい、よくわかりませんが、多分王子は何か面白い話をしないといけないのでは、そうだねと思いすぎるのではないでしょうか。いい分析だよね。分析されてる。それが時に自分の話題になることが多くなるのでしょうね。ああ、自分の話題多いですよね。まあいろいろ振っていただきますので、相手に質問して相手の話をたくさん聞くことが求められているのかな。すいません、あまり面白い話が書けなくて、とってもいいお話ですよ。今日は笑える面白い話が聞けそうなので楽しみですということでございます。でもね、いい分析ですね、うん、だからやっぱりね、こう皆様とトークするときにこういろいろ考えてるでしょ。このババさんの言われた通りでございますよ。カッポイさんがそんなに人に恨みを買うような発言してるのかなって。でしょ、ね、ただね、まあ、いろいろこう、ね、寒くなってるとは言われますので、
必ず一言ね、あのまあダウンジャケットとかさ、うん、あのカイロはちゃんとご持参くださいとは言いますけども、ね、ただトークが寒いということは、うん、あの言われたことありね、ございますんで、うん、次行きましょう。あ、ね、あの今日はねキャスバル兄さんという方がね秋葉原のコンカフェからこんばんはということで、こんばんは、こんばんは、今日は秋葉原からも聞いてくださってますよ。はい、はい、では次メールいきますね、はいはい、進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。今日はついに来ましたね、テーマ滑り王子マスクマン被害者の会。まずは滑り王子これで元気になってね、写真付きでということで、写真が、あ、くもじ姉さんの後ろ姿だ。そうです ね、はい、あ、今日のかな、今日ね公開放送があったんですよ、うん、あ、そうです、はい、滑り王子マスクマン被害者の会、王子スマイル100個はいらないです。は？いらないんだって。そう、え、まあ、めいちゃんはいらない、うん、100個も1個で十分ですわよ、うん、あ、そうなの、1個でいいの、うん、火曜日の22時をかなり滑らし、あのミノカズさんまでもが困ってしまう事態になり半生以上のやらかし。え、あれはひどかったですよ。そうなの、はい、もうあれほどあなた、私がしっかりした話をした回はございませんよ。で、ヤスさんにも言われたでしょって。そうなの、うん、王子滑ってます、ほら、これ以上は滑らないでねということで、あのね、だからね、皆さんにね教えていただきたかったのは、あの王子がどの部分でどういうことを言って滑ってるのかがね、うん、教えてほしかったんだよね。おだまり、あの全て、あの一応完璧なトークを目指してますので、先ほどバーバさんもね、うん、あの言われてたようにこう、ね、皆様のリスナーの方を楽しませるためのこうトークは考えてますよ、うん、いろいろこう考えながらお話してますけども、うん、ただそれがね滑ってるってことはございませんのでね、いつもいい話かなと思ってるんですけど、うん、また今日も反応しないね。いや今ね滑り、あらら、あ、もう終わりなの、はい、もう時間になりましたね。え、もうエンディング、もうエンディング、エンディングですね。じゃあ、ま、うん、じゃあ何ですか、じゃあどうしたどうしたどうした、一つ読みたかったメールがあったんだけど来週に持ち越しです、うん、はい、そうなの、読めないの、もう、もうないもうほら時間がね、はい、はい、エンディングです。はい、そう、時間配分が被害ですかねって高尾さんが、ほらもうすでに被害、はい、はいはい、ということで来週のテーマはフリー、来週はテーマはございません、自由なメッセージをお送りください、今日の続きでも大丈夫です。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、岐阜の内南中さん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週も聞きくださいました、ありがとうございました。来週テーマフリーです。来週も聞いてね、閉店、ガラ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 。